一方の八戸はわずかに残る可能性、そしてクラブ J リーグに参加してから初めての一桁順位でのフィニッシュ。主審の中井さんの笛が吹かれて八戸ボールでキックオフです。まずは大きく前線右に叩いていきます。背番号30番は山内陸。から空いた折浦さんで、ここから折り返して姫野、最後はシュートは瀬野直也のシュートが決まった。先制点はバンラーレ八戸、やはり切り札瀬野直也の先制ゴール、やはり切り札。リプレイです。折り返してのこの瀬野のシュート、オリオラサンデーから背番号9番の姫野、左足で折り返して最後は瀬野直也、きっちりときっちりと切り札が仕事を果たしてみせました。流れを変える男、背番号18番菊池俊介が入ります。愛媛はここで2枚替え。さあ菊池、菊池だ、その菊池のシュートだ。登場早々仕事をしてみせたのは今シーズン初出場、怪我で出遅れた32歳菊池俊介、今シーズンのファーストプレーは貴重な貴重な同点ゴール。投入直後に大きな大きな仕事を果たしてみせました菊池俊介のこの右足のシュート。宮サイドクリアして、ここから間のシュート、これが右隅に決まった。土壇場後半アディショナルタイム、間勇気の右足一閃、2対1八戸この土壇場で勝ち越し。勇気の今シーズン2ゴール目、コーナーキックからのこぼれ球、狙いすました右足のシュート。この場面での勝ち越しゴール、さあ八戸が今シーズン初の3連勝に向けて大きな大きな1点を取りました。そしてここで今シーズンのこの愛媛県での J リーグの試合の終了を告げる長い3つの笛が鳴りました。2対1、2対1、